話をされたと思いますので、ぜひスイッチをお願いしたいと思います。では杉本さん、よろしくお願いします。どうも皆さん、こんばんは。社民党参議院議員福島みずほです。今院内集会をやっていたのは、女性たちは怒っているという集会です。東京医大の入試における女性差別について、たくさんの皆さんたちと問題を共有しました。女性であるということだけで、なぜ10波人からげに一律に減点をされるんでしょうか。理由は唯一女性であるということだけです。本当におかしいです。女性は子供を産まなければ勝手だと言われます。幹事長、二階幹事長がそう言いました。女性は子供を産まなければ勝手だと言われます。自民党の議員は、女性は3人子供を産むようにと結婚式で言っていると言いました。そして子供を持って働き続ければまさに迷惑だと言われます。そして子供を産むはるか手前の段階で、大学入試の段階で、女性であるということだけで一律に差別を受けます。減点されます。大学に入ることはできません。これは明確に憲法14条法の下の平等違反です。生産性がないと、 LGBT の人たちは生産性がないのだから税金使うのは問題であると、杉田さんは雑誌に書きました。人間を生産性があるかないかによって判断するのはそもそも間違っています。どうでしょうか。生産性とは何でしょうか。国に、政府にとって役立つか役立たないか、生産性があるかないか、養っていい命か養ってはいけない命か、奪っていい命か奪ってはいけない命なのか、生きている価値があるのか価値がないのか、政府の都合で分別することに私たちは強く抗議をします。生産性があるかないかによって、10波人からげにカテゴリーで LGBT を差別する、それを許してはなりません。女性であるということで一律に差別をしてはならないように、 LGBT は生産性がないと決めつけ、生産性があるかないかで人間を分けてはならないのに、まさにそれで一律に差別する、そのことに強く抗議をしていこうではありませんか。憲法は個人の尊重と、そして幸福追求権を規定をしています。そのことを理解できないのは全く国会議員として資格がありません。憲法の下で全ての人が個人の尊重と、そして幸福追求権が保障される社会を目指して一緒に変えていきましょう。私たちもその立場で頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。まさにタイムリーなお話、本当にありがとうございます。
ではまたコール続けます。差別をするな、差別をするな。